前って多分その人の人生で一番呼んでもらう聞く言葉だなと思うので、会ってその印象だったりとか好きなものとか色とか頭に入れといて書き出すと、なんかうまいことそういう自分的にはそれぐらいの年の頃のなんか気持ちに戻って、このソラちゃんとかはまだ9歳の女の子なので、これから夢もいっぱいだし、いろいろ可能性もいっぱいあるし、ちょっと宇宙とか空に馳せる思いみたいなのをイメージして書いたんで、すごく早く書けたりして、ここの風景とか人とか生活映画に撮ればいいのにって思ってて、なんかもうすごく絵になって見えたんですよ。子供だったんで誰かが撮ればいいのに、誰も撮りに来ないなって自転車で学校行きながら思ってて、その音を撮れる人になれたらいいかなと思って、フィルター通すとやっと、あ、これを残せるんだなっていう感じで、なんかいつも見てて、あ、いいんだけどいいんだけどってこう自分の中で過ぎていっちゃうから、結構本当目がシャッターだったらいいのにってよく昔から思って、今よかったかやみたいになれたらいいのにってこう子供の時から思ってて、それが構えてたりそういうフィルター通すと、あ、もう残せるんだっていうなんか安心感、そこなんか割と安心して撮ってますね。そういう意味ではなんか、あ、やっとこうこぼさずに通り過ぎずに止められるみたいな、残せるっていう感じ。猫ちゃんを能登で拾ってからあんまり一人で置いとけなくなってだからかなのか、うちでイラストを通して、まあそこには能登ってそんなにダイレクトっていうわけじゃなくて、やっぱり掘り起こしていけば能登で見てる植物とか季節とか生き物とかそういうのが、まあ、絶対的に入ってて、それがあるから描けるんですけど、なんかそういう絵をもっと描いてみたいなって思って、それでもう本当に来てからまだ半年経ってないんですけど、その間にだいたい3、4ヶ月かけて絵本を作ったりとか、いろいろそういう、まあ、出会いとかきっかけで、まあ、能登との出会いもすごくものすごいきっかけになってるし、なんかそういうことで割とこう流れを自然と変えていっちゃうのは、まあ、性格なのか、なんか気づいたらなってるんだよね。なんか実直に向き合ってると自然とそういう風に変わってっちゃってて、変えようとか言うわけじゃないんですけど、能登との距離がなんかちょうどいいんですよね。なんか住んじゃうとありがたさを忘れちゃうから、能登に住んじゃうよりもこういう距離でいて、会いたいのに会えないみたいな距離にいて、会いに行ってやっぱりいいな能登はって言ってこう惚れ直して帰ってくるみたいな。